植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はリンゴの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。リンゴは病害虫の被害が多いため、薬剤散布などのこまめな管理が必要です。また成長が旺盛なため大きく育ちすぎて管理が難しいといった面があります。一方で病害虫対策や適した剪定など栽培のポイントを知ることで家庭菜園でもリンゴを育てて収穫できるようになります。それではよくある質問の一つ目です。土作りや植え付けに関して教えてください。リンゴの栽培には排水性と保水性のあるバランスの取れた土が適しています。鉢植えの場合は赤玉土小粒7割から8割に対し、腐葉土2割から3割を混ぜて用土を作ります。もしくはハイポネックス培養土、鉢プランター用はそのまま使用できる培養土なので便利です。リンゴは接ぎ木苗を植え付けます。根がたくさん出ていて大きな芽がついている苗を選ぶのがポイントです。植え付けは真冬を除いた11月から3月頃が適期です。冬場に雪が積もるような地域では春植えがおすすめです。続いて2つ目のよくある質問です。日々の管理や水やりや肥料の与え方に関して教えてください。夏の水やりは土の表面が乾いたら鉢底穴から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。地植えの場合は降雨の日で育ちますが、日照りが続く場合には水やりします。特に開花から収穫までの間は乾燥が続かないよう注意が必要です。冬場の水やりは控えますが、土が乾いてきたら水やりをします。リンゴは肥料の吸収がとても良い植物です。元肥としても追肥としても使える堆肥と肥料成分が一つになったプランティア、花と野菜と果実の肥料がおすすめです。続いて3つ目のよくある質問です。その他リンゴに必要な作業を教えてください。夏に間引き剪定と切り戻し剪定を行います。間引き剪定は枯れた枝や日当たりや風通しが悪くなるような不要な枝を根元から切り落とす方法です。真上や真下に伸びている枝や細い枝なども剪定します。切り戻し剪定は樹形を小さくしたりサイズをキープしたりするための剪定で、新しく伸びた枝の先端や途中から切り落とします。なお冬は強い剪定は避け、枯れた枝など不要な枝のみ取り除きます。リンゴは1本の木を植えただけでは実がならず、異なる品種の木を並べて植えることで自然に受粉して実がつきます。リンゴは実がよくつく果樹ですが、確実に実をつけるためには人工受粉で受粉をすると良いでしょう。人工受粉の方法はリンゴの花を摘み取り、異なる品種の花に優しくこすりつけます。人工受粉は開花してから10日以内に行います。最後にリンゴの育て方の基本情報です。置き場所は日当たりと風通しの良い場所で、水やりは土の表面が乾燥したらたっぷり与えましょう。病害虫は真杭虫などが発生する場合があります。見つけたら早めの対策を。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。